お次はソーダガツオです。ソーダガツオは、カツオの中でも、一番傷みやすいと言われています。適切な処理と、温度管理をしないと、血合から菌が繁殖すると言われています。ちなみに、高知県ではお刺身で食べる際には、わさび醤油ではなく、牛肝や柚子といった、柑橘系の果汁をかけて、醤油で食べるのが、スタンダードな食べ方とされています。まあ、うぷ主は普通にわさび醤油で食べていますがね。無事血抜きが終了したので氷水に入れて保存します。